こんにちは工藤です今日はビーガンの基礎知識「ビーガンとは?」というテーマでお話ししていきます、えー、皆さんビーガンって知ってますか多分気になってるから調べてくださったと思うんですけど僕は2016年からビーガンを実践しているんでビーガンって何なん,なんっていうふうによく聞かれますその時はこういうふうに答えてますこの表現はあんまり説明するには不十分なんですけど、まあ、これが一番イメージしやすいかなと思います もっと詳細に話すとベジタリアンっていうのは肉類とか魚類とかを避けて食べないようにするライフスタイルなんですけどそれに対してビーガンっていうのは動物性全般を避けるライイフスタイルです。動物性全般っていうことは肉類とか魚とかに加えて卵とか牛乳とか、まあ、それを含んでいるバタターーとかチーズとかかチズも避けるようなライイフスタイルですで。食事に加えて動物性全般なんで衣類であったりとか娯楽であったり動物実験っていうものも避けるように生活しています。 少し具体的に言うと衣類で言うと革製品とかファーとかウールとかですで娯楽で言うと動物園であったりとか水族館であったりとかサーカスとかですねで動物実験だと化粧品や洗剤や石鹸とかにも動物実験が使われているのでそれがされてないものを選んだりしていますここまで話聞いてもらったら分かったと思うんですけど結構大変なんですよでもその上でどうしてビーガンを実践する人たちがいるのかっていうのが次の話です リーガンっていうライフスタイルを実践する理由は主に4つあります。1つ目が動物のこと、2つ目が環境のこと、3つ目が飢餓のこと、4つ目が健康のことです。で、まあ、それぞれ順を追って説明していこうと思うので、また他の動画で確認してみてください。では次はリーガンがどうやって発展してきたのかっていうのを話していこうと思います。リーガンの歴史についてです。まずイギリスでベジタリアン協会っていうものが1847年に創設されています。 でそこからまあ約100年経った1944年に、えー、ドナルド・ワトソンっていう方がイギリスビーガン協会っていうものを創設しましたでそこからヨーロッパに普及していって今ではアメリカにも広がって2017年の、えー、調査では人口の6%がビーガンを実践しているっていうデータが出ていますはい最後にビーガンの有名人について軽く紹介しようと思います まず歌詞やミュージシャンのところから紹介するとアリアナ・グランデ、マドンナ、ポール・マッカートニ、モリッシーなどがいます。で、有名な宗教家のガンディもヴィーガンとして生活してたみたいです。他にも事業実業家のスティーブ・ジョブズとかもやってたみたいで、まあ、彼は亡くなる直前には健康上の理由から辞め,めていたみたいです。他にもスコット・ジュレクっていうウルトラマラソンのランナーの方とか、哲学者のピーター・シンガーさんもやってました。今日のまとめは ビーガンは動物を利用した商品を避けるライフスタイルのことでそれはイギリスでベジタリアンから発生したものでしたで今ではヨーロッパをはじめ世界中に広がって動物環境飢餓健康などの利用で実践する人が多くて有名人にもいろいろいたみたいですね、えー、今回はざっくりとビーガンについての概要をお話ししました何か質問とか意見とか疑問があったら気軽にコメントお願いします でこれからビーガンの基礎知識としてのコーナーを続けていくつもりなので、よければチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。